ヘッドライン愛媛。甚大な被害が出た石川県能登地方の記録的豪雨。今日今治市からタオルや水、ブルーシートなどの支援物資を積んだ車両が被災地へ向けて出発しました。支援物資は輪島市などで避難生活を送る人たちに届けられる予定です。松山市は先月末、防災士の数が全国の市区町村で初めて1万人を超えました。今日野志市長から市内の防災士の育成や防災活動に貢献する企業や団体に感謝状が贈られました。大胆かつ悪質な犯行。松山市の駐車場に停めた車の中から警視庁の捜査資料が盗まれた事件。被告の22歳の男に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決です。さらなる輸出拡大が期待されます。農林水産省のさまざまな支援が受けられるフラッグシップ輸出産地に愛媛県の柑橘と盆栽の2つの事業所が認定されました。盲目の村長として郷土の発展に尽力した森盲点街の生誕160年を記念したロビー展が松山市の四季記念博物館で始まりました。ロビー展は観覧無料で来月3日まで開かれています。